すごいいい匂いしてる。いいね。いいな。なんでうちは2枚じゃないの？ふざけんなよ。このウィンナーめっちゃ大きくない？ね、美味しそう。すごいサクサクだ。何があるかな。あ、コーヒー飲めないからな。ミルクティー。ミロ。あ、ミロがいい。じゃあちょっとミロを作ってみろよ。やっぱママにはジャパニーズジョークが通じないんですね。通じないって言われちゃったよ。これが日本の文化ですよ。文化じゃないよ。うち結構で薄焼きが好きだよ。あのパン。いただきまーす。なんか甘さ控えめで美味しいかも。でしょ？うん。何これ、なんで落ちてんのこれ。ああ、優雅な朝ですな。卵はね、白身を取っていって最後に黄身をかぶりつく感じ。いや、全然こだわりない。あ、ないんだ。うん、うちはそうなんだけどね。ママはそうなの、最後に食べる。うん、美味しいわ。久しぶりに食パン食べたわ。これは美味しそう。卵にこうつける。うわ、これ卵をね、こうやって美味しいよね、絶対。幸せですな。キャベツに醤油かけるのおかしいかな。ソース？ソースか醤油。そう、うちも醤油昔から。で、これ。優雅な午後のひととき。ここ、あ、本当？これキャラメルタルトとかもいろいろある。なんかね、ママがアイスクリーム買ってきてくれた。幸せだよ。正月にこんなだらけて。挽回しないとね、明日から。なんかね、光がだって見にくいけど。なんで濡れてるんだろう、これ。どういうこと？タピオカミルクティー。不思議。不思議。なんで？よかった。いただきます。うん、醤油じゃん。うわ、なんで醤油？スリッパに醤油。美味しいアイス。ふっつけたの？醤油ふっつけたのって、ふんづけたの。うん、ここだ。はい、美味しいですか？美味しい。めっちゃ騒いでる。めっちゃ騒いでる。騒ぐな。正月少々からね。ありますね。ありますね。なに、ありますね。今ね、やりますね。いや、重戦の場所。あります。そういうこと言うとね、コメント欄にね、野獣先輩のアイコンの人が現れるんですよ。すごいね。うん。絶大な人気を。だって8月10日あれでしょ、野獣の日だからさ、うん、ツイッターのトレンド1位になるんだもん、毎年。マジ？うん。美味しい、これ。うまい。
今日の夜なんだっけ、友達と初詣。うん、うん、うちは友達なんていないからな。本当にないですよ。音楽仲間とかぼっちですよ、ぼっち。みんな地元帰ってるもん。寂しいね、ほんとに。あともう地元の新年会があるわ、1月6日に。あー、はいはい。まだちょっとな、動画編集やりたいから行くのやめようかなみたいな。いや、動画編集の方が私にとってはね、視聴者さんと毎日こうやってコミュニケーションなのがね幸せ、一番。でも地元の友達はどうでもいい。冷蔵庫に。あ、ごめんごめん。もう一個食べたいけどね、まあいいや。うん、後でいいじゃん。とりあえず、あ、そうか。今からお餅食べるんだったね。うん、おいしい。なんかね、生チョコみたいな感じでも。昨日ジョニーが買ってきたさ、うん、ウフープリンのさ、チョコレート味めっちゃ美味しかったね、差し入れの。美味しかったね、それ。美味しかった。結構有名なんでしょ。でしょうね、あそこまで美味しいと。何探してんの？スニーパーさっきピッピッて飲んだ。ジョニーまでそういう風になってる。映っちゃう。ジョニーって発音おかしい。ジョニー君。ジョニー。キャサリンじゃないの？そうだよ。昨日面白かったね。シャネルでいいんだよ。いろんな名前が飛び交ってた。ビトン君でいいじゃん。ビトン君。セリーヌ。ビトン君。ビトン君。セリーヌでいいの？セリーヌ。シャネル。全然関係ない。なんかペタジーンとか呼ばれたからね。もはや。うん。面白かったね、昨日の生配信は。意外とさ、ジョニーって突っ込むよね。確かにね。なんかそういう状況になったらね。確かに。ボケ担当だと思ってた。お、うう、意外に。うん、いいですね。いい？飲む？いらないです。あけましておめでとう。何だじゃ。な、誰の？ああ、日本郵政グループ、すごい嵐だ。ドゥンドゥンドゥン。うちらのさ、中学校時代から流行ってるよね、嵐ね。うん、ジョニーとジャニーズの人がさ、コラボしたらさ、面白そうじゃない？腰振り。ちょっとジョニーとジャニーが、ジャニー、そうそうそう、そう思った。名前がかかってるだけでしょ。そう、できないでしょ。ほんと実現したらすごいね。決して交わってはいけないものじゃない。なんか変わったお餅なの？板の、板の餅？板の板の子だったなんじゃ。ダジャレまた？なんで？なんでもない。あ、板の餅いただいたの。たまたまですけど。わざとじゃないよ。え、何してんの？汚っ。どういうこと？キッチン汚っ。見せちゃダメ。ダメよ、絶対。分かった。ママあれだから。だってバーの色やばいじゃん。そうだ。やめなさいよ。これ結構大きくない？フライパンの上で切ってないじゃん。大丈夫？フライパンじゃありません。大丈夫。まな板、まな板。いいの？袋の上から切って。うん。とみんな正月から手抜き仕上がって。そう、結構大きいわこれ。でかっ。もう。肉団子成人になっちゃう。なんかさ、うん、中途半端になっちゃうから、3個にすると。うん、今日だもう、2個でいいか。1人2個。何個食べるお餅？2個。2個でいいの？2個。便利グッズ。何の便利グッズこれ？お餅を電子レンジで簡単にできる。便利グッズだね。そう、これ何？こう 網みたいな。そう、こっちじゃない？どっち？ケンさんの方？ケンさん？だけの？いや、わかんない。そっちだとしか思う。だからヒゲ生えてる方か、ヒゲ生えてない中性的な方か。これなんか横顔しか見えないけど。うん。惚れるとしたらどっち？どっちですか？ケンさんじゃないですか？あ、ほんと？ツルツルのハルさんじゃなくて。うん。男らしいじゃん。
そこに惹かれたわけですね。惹かれたってどういうことですか、それは。いや、ハルさんかっこいいんじゃないですか。かっこいい、うん、いけるいけるいけるってどういうこと。女だったらね。違う違う違う、そういうことじゃなくて、うん、いける。あ、やばい、うん、いけるかいけないかいけません。こうやって並べて、で自分とこに、うん、で音作ってみる、ちょっと、うん、自分でさらさらさまっさらにしてリセットで、はい、じゃあこれで、ドラムとかあるかね。これは違うな。おお、さすがラッパーだけでありますね、激辛ラッパー。なんかすごい白飛びするこれ、なんかこういう太陽が強いから。ここから何を挟むかですよ。え？あ、斜めちゃってるけど。普通に、もう普通でいいんじゃない？プレートこれ、いらないんじゃない？時間置きで？うん。なんか斜めってこぼれそう。危ない。で、これが、うん。こうじゃない？うわ、なんか。なんかムズムズするわ。面白いねこれ。餅を待つのみですね。そう、餅を待つのみ。これ面白いねこのアプリ。うん、カレッジバンド、うん、iPhone でもあるよ。でもあるんだ、アプリで、うん、あるある。でこれね、うん、サイコロ押してみて、このサイコロマーク。これどういう？なんか自動で作ってくれるの。わ、やば。え、これめっちゃ美味しそう。美味しそう。え、やば。やばくない？やばいね。じゃあこれちょっとカメラ映す。映しましょう。これお餅です。見えますか？うまそう。美味しそう。よくさ、この昔監督にさ、うん、お餅何個食べたって発表会見てなかったそんな発表あったっけ。なかったっけどうでもよくないだってお餅なんて。まあね、正直あれじゃない、なんか素振り。それはそう、素振りでしょ。そうだよね、なんか冬の課題みたいなの出されてたよね。ね、あ、ことぶきって書いてある。いただきます、うん、ありがとうママ。いただきます、ありがとうございます。美味しそう。何つけた？うち醤油かな最初は。うん、ちょっと小さく切られてるやつが好きだわ。あ、どうぞ。小さくない、ただ爆発してるだけかえ、どうやって食べるのこれは、ママ。ラキナコの場合はちょっと濡らさないとくっつかないから。あ、なるほどね、うん、きなこの時に濡らしてくださいねってことか。お湯にね。え、やば、ちょっと待って、これすごい伸びる。すごい見て、やばこれすごい、うわビヨーン。ごめん、ちょっと下品な食べ方が。あああああ、くっつくね。ああああ、助けてくれ。じゃあ、人は先に醤油つけますよ。うん、やばい、これこれね、でかっ。いただきます。いただきます。うん、うん、うまい。うん、 100% もち米。うん、おいしいね。すっごいごっくんいったね喉に詰まっちゃうんだ。詰まりそうになった今やばい。で、これちょっとつけんの、うん、そのまま、うん、いいのね、怒られないね、視聴者さんにうわっ
これ美味しそうですよ。ほら。溺れてる。あ、ごめん。はい。え？よ、行くよ。うん。うん。美味しい。うん。きな粉はいいよね。きな粉大好きな人も。じゃあきな粉いきましょう。甘いね。うん。私このちっちゃいお餅食べたい。ただお箸食べたけど離れないじゃん。あってさ。しかもお箸の使い方。違うの、硬すぎてね。いやじゃうちお箸ね、家族で一番持ち方綺麗だからね。嘘ばっかり。いや。はい。そんな伸びなかったね。うん、でも食べやすい。うまいね。うん。はい。これそのまま手で。喉詰まるよ。喉詰まるよマジで。うん。あ、本当？2019年一発目の動画は正月ダラダラ動画でした。だいぶダラダラしました ね。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かの秘密箱も画面の下ありますのでチャンネル登録お願いします。そして私の幼馴染の激辛ジョニーくんも先日チャンネル登録者1000人突破、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょこちょこ私も出るかもしれないんで、ぜひ画面の下からジョニーくんのチャンネルも登録お願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。寝るか早いな切り替え。寝たいもん。